コラボス、関西百名山。ワウワウ。28日、時刻は8時33分、今日はゴールデンウィークスペシャル、じゃん、湯の山温泉駅にやってまいりました。朝6時、難波発の電車に乗車しまして、2時間30分、電車にことこと揺られ、ここまでやってきました。今日の予定はですね、第16座目となる御在所岳に登頂。それから、17座目、鎌ヶ岳に縦走し、キララ峰経由でまたここに戻ってくるというプランです。さあ、5年ぶりですが、どうですか、この地。元気やね。本谷コースですよね、はい、大丈夫ですか、今度は自信ありますか。大丈夫。また上級者コースで登ろうとしております。今度はスムーズにいくでしょうか。前回はあの上級、慣れてる方がね先導してくださって事なきを得ましたが、ちょっと不安な順吉であります。それでは今日も元気に行ってみよう。素晴らしいお天気やね。おお。富士すごいね。富士棚を作ろうとしてるんじゃなくて、こんなにナチュラルになってんのがすごいね。めっちゃ綺麗。御在所の全容が見えてきました。ここあの紅葉がとっても有名なとこで、ロープウェイで一気にドーンと上まで行けてしまうんですけども、あのこの新緑の季節もすっごい緑が気持ちいいね。この逆に山のいい感じです、はい、で3キロですね、登山口まで、はい、もうちょっと頑張りましょう、はい、もう鳥のさえずりとかね、すっごい気持ちいいね。新緑の御在所初めて気持ちいい。あ、見えてるよ、先っちょが。時刻は9時25分、スタートから約5キロですね。ここから、ここ、とりあえず、中登山道の方の分岐まで行きます、はい、登ります。9時27分、ここがあの一番メジャーな中登山道ですね、ここから登る人が一番多いかと。で、我々はこの車道をもう少し先行って、あそこの橋を通ってもいいんですが、あれちょっと壊れかけっていう噂があるので、車道でちょっと進みます。はい、車道から一の谷新道っていう表示に従って右手に曲がって今ここ歩いてます。一の谷三層、あ、そうそう、一の谷三層を過ぎてすぐを右に曲がって入ってきました。三層はここです、うんうん、中登山道からもう 2,3 分って感じだね。そう、三層を越えてなんか廃屋みたいなところの裏に来てます。あー、ここ山の家、廃屋、失礼、廃屋やってへんやろこれ。さっきのあのちょっと壊れかけの橋を通ってもここからこう出てくるんよね、うん、5年前に出てきたのを覚えてます。こう来て、はい、我々今こっちから来ましたけど、橋を迂回したわけやね。そうそうそう、あの橋壊れかけらしいんで、こうしてここを登っていくと、はい、はい、ペゲ、うん、こっから先はこうやって親切にペイントがねずっとしてあるので、これを見落とさないように、これを見落としてないことや。近年もなんか青いペイントが増えたらしい。今日のおやつ、チョコオートミルクッキー、はい、オレンジピール入り。1時間経ったんでね、はい、1時間おきで補給。出ました、道なき道、岩道。この左側の道、この道は何道やったかな、
これ何見ちゃった？あ、本谷コースです。迷ったら丸を探せ。そうそう、ちょっとね、薄く、はい、で、よく見るとこういうところにちゃんと 足場がね、あったりするんだよね。おっ、2人で協力し合いながら、ああいうテープとかね、はい、ああいうのを早め早めに見つけて、そっちの方向に行けてしまうのがね、ここのね、悪いとこなんよね。あっちでも行けてしまうよ、なんぼでも。で、変に分岐してるからね。頑張れ。スイスイ登ってます。あ、そうだ。ハハ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 ハ。ツツジ、うん、あっという間にさっきの上の方に見えてたポイントに来たね。ここがこんな岩の形やったから、はいはい、はい、ここちょっと分かりにくいかもしれません。あそこは木があえて当選簿っぽくしてあって、ここあそこに青いマークがね、出てて、あれが近年書き加えられたマークっぽいです、青いのが。すごいな。どこに道があんねん、これ。一見、かつて行く場所に立ったら見えるはずやねん、これが。これ登んの？なんかね、ここしか道がないと思って行く人おるみたいやね。この滝が2本見えたら、はい、こことこっちとこっちね、行き過ぎであそこを登る、あそこ、あの急斜面、あれが正解。ここは無理らしいです。時にあの巨石に気を取られて、うん、あれを見落としたのが問題ね。早めにこの左側に寄っとかなあかん。この大きい滝が2本見えるポイント で、あのあっこの先が木が倒れたとこやな。あ、木倒れとった方に来なあかんかったやな。そうやな、さっきの間違いです。倒れた木の方を通ってそこの薄いポイントを見てこの左の巻き道に上がる。ここで、ね、はい、登ってええんかって感じと見せないけど、これを登るのは絶対足で落としてる。ポイントは2つの滝が見えるとこです。気をつけましょう。はい、ファイト一発。ここ結構難所やだけど、
おお。滝の上に出てきました。はい。いや、実に怖いところに作ってあります。驚き。ここは771m。だいぶね、眼下に街が見下ろせるようになってきました。先は伊勢湾やで。おお。ここの右側のあの岩場からね、巻いてきたって感じで滝を。そうやね。あっという間に滝の上に来ましたって状態です。この下ら辺がさっきの滝でーす。そうそう。で、あそこのマークがまたもう一個見えてますと。はい、はい、足を進める前にマークを確認してから進むっていうのが大事だね。マークマーク。お、先とマークめっちゃ速い。でっかいわ。見たときにこの倒木が結構あの目につくんですけども、ここまで来たらあっちにも行けそうなんですが、ここは右上のあのこっちペケ、うん、の右の上のポイントに行くのが正解、はい、まずはあそこまでこのドラム缶を乗り越えて行ってみると。はい、はい、ドラム缶のポイントを過ぎて登ってきたのがここです。まあからさまになんか行けなさそうなんで大丈夫だと思うんですが、ここにね、倒木のところにテープがある。ええんかい、こんなテープで。こんなところ。これこう登っていく。あそこ矢印あるね、あの岩の下の。あ、ほんまや。そうそう、あれを進むと。倒木テープと矢印。うん、そうね。こっちじゃないよ、こっちだよ。矢印あるよ。ほんまにいけんの、これ。ほんまがいいな。こっちのような気もするけど、こっち。あ、ほんまや。ちょっと気をつけてな、これ結構足が悪いで。よが開けました。あ、ロープウェイ。うん。わあ、あってんかもビデオで。あ、そうだ。あ、そうだ。ビビットのとこや。うん。こんなすっごいいい金物つけてくれてはる。5年前はなかったな。なかったね。綺麗につけてくれてはるわ。ロープが一本だけあった。金物こっちにもあるわ。うん、これ金物がほんま親切やな。うん、ちょっとロープが逆に邪魔という話もある。金物だけでいいわ。結構デンジャラスだよね、ここ。そうそうそう。ちょっと足場がちょっとちっちゃいからね。これを、あ、借りましょう。でっかいわ、これまた。おお、つつる。そうやね。足場なんかちょっと、絡んの。
上手。これです、調べてきたらね、これはね、上手岩っていうらしいです。他にも顎が上手っぽいです。これは右から巻くか、下をくぐるか、どっちでもいけるらしいです。上手岩、右にね、ついてるね、2人が。どんどん、こっちに釣りがあります。ちょっと待ってや。はい、上手の顎まで来ました。おお、キラキラ水落ちてきてるよ。ここから入るんやで。はい、いきます。ああ、そっちに抜けるんか。じゃあこっちの鎖行ってみましょうか。上手岩断念しました。上手岩の中の石がちょっと崩壊しました。崩壊して私の足の置き場が悪かったんかもしれません。ちょっとあれなんで断念して鎖場をします。靴はびしょびしょになりました、中で。幸い怪我はありません。はい、こっちから行った方が行きやすい。脱出。はい、上手に食われるとこやった。これが上手です。これ来た時は楽勝やったんやけどな。なんかめっちゃでかい岩崩れてしまった。おお、どうしてもロープウェイ好きやな。ロープウェイです。やっほー、岩だ。あー、おー、ロープいっぱい。おかしい。ツツジが、ツツジ。ロープウェイの駅らしきものが見えてきました。うん、うん、分岐点。はい、登ってきました。今11時19分、映ってる。はい、距離は 7.9 キロですね。駅から 1100m 高度のとこまで来ました。この景色、今もう右上にロープウェイの駅が見えてます。これを右に取ると駅に行って、ここを直進すると一の谷新道と合流、そしてこのロープを取って左に行くと大黒岩の方に行くという前情報を見てきましたので、うん、せっかくなんで大黒岩に行ってみようと思います。はい、すごい登り口だったね。今ロープを遠慮なく使わせてもらいました。じゃーん、前ここが紅葉してたんちゃうかな。おー、すごい。この切っ先向いてるんちゃう。行ける。うん、すごい。顔にかぶってるけど。あれがあれかな。駒金釜ヶ岳。なんかちょっと遠いんちゃうって気するけど、あれかな。なんか秋もいいけど、これすごいね。ね、ツツジかのなんかやろね。でも普通のツツジより花びらがちょっとちゃうね。綺麗。桜やんこれ。桜ではないな。
この花心のないリュウちゃんでさえ心を動かされる風景です。だってこの日の光に透けてるのがすっごい綺麗。いいもん見たわ。太鼓払えた。うるせえやつだ。はい、11時35分に到着しまして、じゃーん、山菜ご飯ただです。ただと言いますか、そこの、長年お世話になりましたレストランアジリアさんが来週いっぱい5月6日で閉店されるそうで、感謝記念ということで、あ、論感も言っときましたね、人気のあった山菜ご飯を無料で振る舞われているそうです、お言葉に甘えていただいてきました。じゃん、美味しそう。ではいただきます。実はお弁当もあります、はい、鶏の照り焼き弁当です。さすがに全部は無理なので、これとちょっとずつ食べて、うん、残りはちょっともうちょっといったところで食べます、はい、いただきます、はい、ご飯を食べて山頂に向かってます、はい、11時35分に山頂っていうか、レストランの前に着いて30分休憩して12時6分から動き始めました、はい、そして今は12時13分です。まもなく山頂です。おー、ツツジカがいっぱい、なんかちゃちゃ来るときは藤がいっぱいで、今はツツジがいっぱい。やっぱこの季節もおすすめやで。はい、はい、三角形で触られへんけど。そうやな、ちょっと無理やり触るのもなんだかなって感じなんで、はい、一応ここだってことで第16弾、はい、あっという間ですね、はい、ご在所だけでした。はい、ご在所だけでした、はい、なんとあそこまでロープウェイと、ケーブルで来れるので、ハイヒールとか犬連れの方もたくさんいらっしゃいます。ロープウェイとリフトね。あ、リフトね。おー、すごいね、伊吹山。はい、そしてこれから第17座目の花ヶ岳へ向かいます。おお、古代湖が望めってことは湖があるんだけど、おお、これ山椒店やねんな。どこかわかりません、湖が。芸者やわ、私怖いわ。琵琶湖の方じゃない、この方じゃない。あ、28分、大古代ちょびっと見て戻ってきました。これですね、きっと、はい、そうそう、この武平平っていうの、うん、長者駅、そうそう、長者駅方面やな。あ、よかったです。あ、すごいね。あ、欲しい。うん、ツツジがやっぱすごい感じ。あ、雲海、雲海。おお、見事見事。お、あれね、今から行く鎌ヶ岳。なんかリフトで来てもこうやって散策できるようになってんだよね、うん、長者駅受験を今日治ったときなで石として評判になり一体で何しよう長者駅と、これめっちゃありがたい駅やで。これをなでたらいいんか。はい、ありがたい池だそうな、新岩成就。いきます、せーの。お池の水は御神水で飲み水です。へえ、飲めるんやこの池の水。ほんまかいね、こんな世のまま。次なるポイントに向かっております。次は鎌ヶ岳方面です。はい、来ました。まずこの武平峠というところを先に通過しますね。はい、武平峠方面です。うん、鎌ヶ岳。おお、
面がバチって見えるのはやっぱ気持ちがいいね。おお。すごいな。13時89分になりました。武平峠に到着です。ここ下になんか駐車場っぽいの見えてましたね。こっから、あ、こっちに行くと雨乞いだけやって、あんでこっち行くと湯の山温泉、あ、朝見えたところまでループするわけやな、きっとな。あ、ずっとあっちの方からやってきました。こうこうこう来てました。この辺りはちょっと足元が滑るところが多いですね。ザレてる感じが、はい、宝塚から六甲山頂に向かうあたりとよく似た感じ。はい、よく手入れされた登山道です。こことかも結構新しい切り株になってる。おお。よいしょ。まあ、あのちょっと地質的にザレてて滑りやすかったりするけど、もう掃除でよく手入れされた登山道で気持ちいいですね。意外と登ってる人が女にびっくり、ね、高くなってきました。あのなんか遠くから見るよりもすっごい岩チックほんまやな。おお、なんか男らしい山やね。すごいすごい。ちょっと近づいてみよう。はい、どんどん近くなってきました。いや、今日は天候にも恵まれているため、雲一つない青空の中にくっきり浮かび上がるこの岩の茶色、そしてツツジのピンク、すっごいなんか異様な美しいものを見てる感じがします。すごいね。すごいすごい。もうなんかすごいとしか言えへんのがもどかしいぐらいのこの山の息吹。熱っ。まずまず近づきたいと思います。スマルスもそうやけど、崩落が起きやすいんやって風化してね、なんかあそこ、あからさ漏れたような感じになってるね。でも山をこうやって形を変えていくのが本来の自然な姿なんかもしれんね。鈴鹿セブンです。あ、のうちの一つだそうです。遠くから見たらどっから登んねんっていうぐらい急に見えたけど、うまいこと道作ってあるね。そして案内がしっかりしてるから安心よね。おお。ちょっとわからんのは本谷コースぐらいや。はあ。平平道こっちだになんやって。へえ。風化したんだね。風当たりもすごいしね。そう考えるとあそこのレストランアザリアもむっちゃ風受けるからね。そら劣化するんかもしれんわ。よう来たね、あそこからね。てやで。いや、いいコースだったね、これ。しかし鈴鹿セブンです山頂かな。もうそろそろかな。 1000m 超えたしな。こっちも行くよ。この岩の高度感とこの奥の雲海と連なる山々とで、このこぼれ落ちたかのようなこの散らしたようなピンク、すごいね。すべてが美しいね。鈴鹿セブンです。いや、ほんと風も冷たくて気持ちいいし、ほんと美しい。いや、行こう。はい、行ってしまいましょう。行こう。うわ、素晴らしい伊勢は。おお、急に街が
13時51分、スタートから約13キロですね。鎌ヶ岳到着します。あの人と自然が共存している姿がなんともこれも力強く感じるね。空と海と山と町、ビューティフルコラボ。海もあるよ。そうそう、だから空と海と山と町ね、うん、伊勢湾です。あ、いや、あ、鳥の声が奥の雲海までずっと見えるのがなんか気持ちいいね。うん、来ました、岩鏡開花。ほれこれがね、葉っぱがね、鏡みたいにツルツルしてるでしょ。で、岩の鏡で岩鏡って言うんだって。お花ね、芽はいっぱい出てたけど咲いてんの今日初めて見た。ここで日当たりがいいからね、頑張って育て。鎌ヶ岳からだけ峠を通ってキララ峰を目指してます。はい、目指してます。あの稜線沿いですごく気持ちいいね。はい、ここ白ハゲっていうことです。そうや、白ハゲ、14時27分、白ハゲ、白ハゲ。あそこになんかほら白いハゲ跡みたいなのがあるわ。これ完全所有日だから。ここ地図には危険って書いてあったぞ。あー、危険っぽいね。あそこまで来たら危険だった。そうやろ。あ、なるほど。大変そうやから私ここで。白ハゲ。おお、御在所があんなにしたく見えるよ。これが白ハゲな。なんか完全にあれっぽくない？おお。ああ、キララ峰はあれか。あ、きっとそうやね。あっちの山はもう登れへんやろ。うんうん、あ、こっちに降りていく。うん、で裾野をこうピューっていくような。あ、ロープウェイ今日ロープウェイ。あ、ロープウェイやって何遍喜ぶんでしょうか今日一体。ちっこロープウェイ真下通ったのにな。あ、ほんまや。怖っ、ずるずるや。見てください、このへっぴり腰。これちょっと苦手。岩にも全然苦手。モアイ像みたい。この辺の岩ってほんと変わってるよね。誰かが積んだんかな、こんな風に。ここに声があるよ。うまいこと書いてくれてはんな。ここは危ないなって、滑るから。そうやで、しゃーなしでこっかりたってしゃーない。へっぴり腰。へっぴり登山。シャク投げ。シャク投げ。ほら、こないだ高野山のさ、電車にシャク投げって書いてあったやろ。あの花。ずるずる。えらい森林浴だったな。
感じの。おお。おお。光が当たると。おお。すごい谷これ。うん。15時18分、こんな字も書くんですね、ひらがなで。いやいや、あの響きが可愛い山やと思って来ましたから、もうむっちゃ遠かったですもうええ加減せえいうぐらい遠かったです。一応三角で、はい、三角で、はい、立ちました。すごい、よかった、すごい、いただきましたよ。ここがひらら二峰山頂です。二峰、第二峰、ここに書いてる。870m。かわいい。やっぱそれさっきの1本よりこっちの方がええわ。りゅうちゃんお弁当残りを食べ、私は発作を分けてもらいまして休憩。15時47分になっております。キララ第2方からの眺めです。ああ。第一報からは全然景色あのなかったんですけども、ここはね、ここでのんびりできまして、ちょっとホッとしたね、うん、こう来てよかった、うん、いや、よかったよかった。ちょっとね、早く下山した方がいいのかなと、もうそろそろ夕暮れ時なんでねと思って焦りましたが、もうここからは腹ごしらえもしたし落ち着いて降りたいと思います。ここにこういう風にね、キララ二峰標高875mっていう札も置いてあります。こんな感じですね。ちょっとだけ来た道を戻って、岳不動道、岳不動道っていうところ、ここ来た道をこうちょっと戻って、行きたいと思います。それでは最後まで気を抜かずに、気をつけて下山したいと思います。あ、これですね、嘘です、岳不動市、岳不動ですね、に行きます。 GoPro ビデオストップ。2分ほどしてもうすぐ分岐に戻ってきました。ここにこう書いてありますね。ここに沿っております。楽勝らしい。はい。コースもあるみたいなんですけど、ちょっともういい加減気持ちよく走ってね、もうゴールしたいのでこっちの方を採用しております。街が近くなってきました。はい、一気に駆け下ります。16時19分です。いやー、すっごい景色よくってね、ほんと楽しかったんですけどね、なんか神経すり減るようなこうデンジャーゾーンが割とあったので、何も考えずにこう走れる舗装路に来るとホッとしますね。はい、はい、あとは駅まで残り時間を楽しみたいと思います。はい、今日は四日市に一泊です。え、ね、見どころとか書いてある。ここってこと。あ、キララ峰からこう来たんだね。ああ、で林道起点、あ、湯田山水、ここ、うん、こんな感じになるのね。なるほどなるほど。あ、あそこ東屋って結構景色良さそうよ。あら、いい
よ。時刻は16時47分。距離はスタートから24キロ。なんと、なんと、あの細路が下ってきたら、ちょうど駅、これ。えらいええとこに出てきたな。ええとこに出てきたわ。もう、うまいこと来た道をかぶらずにループして戻ってきました。後で奇跡を見るのが楽しみです。はい、今日はもう、またしても盛りだくさんの一日でした。ちょっと上手に食われたのがびっくりしましたけども大丈夫、足大丈夫です。あの幸いにも怪我もなく、はい、やっぱ舐めたらあきませんね。運転と一緒に慣れた頃が危ない。気を引き締めていかないといけないと、大きく反省した一日でした。まあでも健康にも恵まれて、とっても充実した一日を過ごさせてもらいました。今から、電車で四日市駅に移動して、はい、ホテルでちょっと一風呂浴びて、夜の居酒屋に繰り出したいと思います。はい、明日のために英気を養います。はい、それでは今日もありがとう。はい、ドリンクお願いします。チャッケファラス。もう380円。安い。これ安いわ。美味しそう。うん、トマト。うん。サラ。新鮮ですね。これ絶対美味しいと思うね。エビス盛り、エビス盛り1280円。はい、へえ、丁寧に作ってあるわ。なんやろ、楽しみ。こうこじらやんな。これいただきましょう。はい、お部屋を頼んだらなんと水を入ったケロリン、あの銭湯かと思いましたね。おもろい、これはおもろい。水を頼んだらこれで出てきました。ほんでちょっと食べましたけど、このハマグリもめっちゃ美味しかった。ね、これやっぱりね、おいくら前ね、今日の390円。ああ、めちゃくちゃ美味しかったわ。楽しんでますね。はい、おいしょ。